はい、始まりました、ケイです。今回はポケモンのルビー最終章ということでございまして、皆様ここ今四天王前回の動画で4人倒したということで、今回ね最後の1人チャンピオン倒しましょう。でポケモンはこんな感じ、ジュカイン、グラドン、カクレオン、ホイコクチーとオオスバメということでね。で主要ポケモンとなるこのジュカイン、グラドンは満タンなんだけど、ここは満タンにしていませんと。でそうだ、忘れてた、1個ね、そのグラドンのね強さを見るの、グラードの PP 問題がね発生しておりますので、どうしようかで考えた結果ですね、この自信をね回復させてもいいんじゃねえかなとかちょっと思ってたり。でジュカインは結構きついか、リーフブレードにはちょっときついよねってことで、グラードンの自信とジュカインのリーフブレードを回復させようかなと思いますと。はい、まずジュカインでしょ。で、あ待って、持ってねえんだ。ポイントアップと勘違いしてた。やっべ、リーフブレード回復させた。まあ、いっか。まあ、いっか。ということでね、最後の一人、誰でございましょうか、チャンピオン。さあ、光に照らされて、登っていきましょう。では、最後、チャンピオンの部屋へ、ゴー！誰だ？お！大悟さん！大悟、ようこそ、ケイ君。いつ君がここまで来るのか、楽しみにしていたよ。君はポケモンと旅をして何を見てきた？たくさんのトレーナーと出会って何を感じた？君の中に芽生えた何か、その全てを僕にぶつけてほしい。さあ始めよう。来たぜ、みんな来たぜ、最後だルビーということで、 VS 大悟でございます。6匹だね。エアームのクソ、お前持ってんのかい。マジめんどくせえな、おい。ちょっと待って、リーフ、あーそっか、それならリーフブレード回復させてよかった。そっか、エアームの、そっか、エアームドだったらさ、これあれじゃん。何持ってる？うわ、マジで？マジで言うとる。そっか、わかった、いいこと思いついた。これ、ジュカイン落としてもらうわ。これ、エアームドにジュカイン落としてもらって、なら、ま、これ、ちばちばとね、殴っとく。で、入れ替えだ。お、ナイス、急所。いいね、いいね。で、ちょっとずつダメージを与えていったら、待って、落とされるかな、もしかして。あ、落ちないんだね。落ちると思ってた。これね、ちまちまダメージ与えて、グラードに入れ替えて、はい、叩きつける。あ、これ当たんだ、いいね、ナイス急所で。これ多分ね、まあ落とされるでしょ。でここでやつを出すんだ、グラードンな。はい、グラードンで今回ね炎タイプいるから。あぶね、マジこれグラードンいなかったら無理だ。オッケー、左、そう、ダイモンジがね2残ってるんで、ダイモンジをここで打てる。本当はビルドアップ打ちたいところではあるんだけどね。ただ問題はこれスピード勝てるかだな。よっしゃー、これ落ちるんじゃねえの、さすがに落とせるだろう。よーし、いや、エアームドをねこんだけ早く倒せるのはめちゃくちゃでかい。で、あとボスゴドラの弱点ってさ、まあ、いっか、ミス、あれ、ボスゴドラ、鋼岩でしょ、こいつ。ダイモンジ行くしかねえか？ビルドアップ打ちたいんだけどな、ほんとは。ワン、いや、ま、一回打つ！一回だけ打たしてくれ、ビルドアップを。一回だけ打たしてくれ、頼むな。ボスゴドラ何もしないで、お願い。耐えろよ、グラードン、お願い、頼む、頼む。頼む、耐えろ。よし、いいよ。いいよ。ずっと自信でもいいわ。むしろ。グラードン、これ、二回目。頼む。やべえ、ここでね、ビルドアップできるかどうかでめちゃくちゃ勝率が変わってくるからな。自信な。130だから32食らった。よしよしよし。22な。もう一発ね、もう一発、これビルドアップ、これ3立てでしょ？これ3回目ね。今指で実は3っていう文字作ってるからね。3立てしました。で、多分自信打ってくるんだよ。やべえ、ドラゴンクロー、ちょっと待って、耐えろ。ドラゴンクロー。ああ、じゃあめちゃくちゃ強い、グラード。もう一発、これ4、次で、4立て。これ4立てね、あと2立てできればこっちのグラードン。もう、むしろもうこれ、あと2立てできれば勝ちまである。頼む。ドラゴンクローな。頼む。85からの、全然耐えるわ。85から21か。もう、やって何してくかな。まだいけるか。5立てね。これで、さすがにこの次回復するわ。頼むぞ。地震とか言ってくれ。変な技打つな。いや、待って、ソーラービームってさ、草タイプだ。耐えるな。嘘だろ、なんで最初からそれ打ってこねえのお前。やっべ、
うわ、マジやべえ。ちょっとこれは口と出すか。口と出すしかないわ。口と出して、やっぱ回復しよう、回復な。よし、で口とで攻撃を、やっべえ、マジでやべえ。うわ、回復すればよかったわ。これ俺のミスだ、完全に。元気のかけらグラードンだな、さすがに。グラードン、いや、ソーラービームはマジで効いとらん。お前、雷も持っとるの？え、そうやったら、樹海が強い気がするんだけど、ボスごとら相手に。一回、いや、これグラードン出しても大丈夫だと思う。いや、一回出すわ、グラードン。うわ、マジ最悪なんだけど。ソーラービーム撃ってくるかね。あ、そっか！そういうこと？え、これさ、やばいかね。またソーラービーム撃たれるかな。多分ソーラービームしかないよ。あ、地震か。地震か。そうかそうか。これ耐えるでしょ。これ大文字撃つか。もうソーラービーム撃ってきそうだもんね。多分、まあこれ耐えられるにしても、ソーラービーム撃ってくるでしょ。いや、強すぎるだボスごとら。いや、もう、ソーラービーム持っとるんならマジ最初から撃ってほしかったな。一発目にさ、こいつも、俺のこと見てんだろ、ホエルコ行くわ。ホエルコ、これ回復、樹海院回復させたら多分ね、なんかボスごとら倒せそうな気するんだけど、気のせいかね。バックの回復行きましょう。元気のかけら4つしかない、やばい。やべえ、元気のかけら4つはやばいな。雷、おっしゃ、これマジでけえよ。それ外したのマジ天才だ。ボス、これ、それだったら、これ、もう、違う、お前攻撃しちゃダメよ。バックの、これちょっとまずいかもしんねえな。回復の薬な。回復の薬を樹海に塗って。おい。で、吠えること、これもう雷で絶対落とされるよ。ボスゴドラ、おめえマジありがとうな。これ元気のかけら。でも、大悟だったらね、あいつ絶対いるの分かってんだ。何かっていうと、グロスね。メタグロス絶対持ってるから、今自信な。そう、メタグロスだけが、まあ、そう、メタグロスをどう出すか、耐えるとかないよな。まあまあ、吠えるかありがとうな。で、これ、樹海院出す。樹海院で、もう殴るしかないわ。樹海院はバフがねえからな。さあ、ボスゴドラ、ボスゴドラ、リフブレー。ナイスよ。ナイスよ。よーし、ナイスキューです。ありがとう。これ勝った可能性が非常に高い。何出すんだろう。ユレイドル、え、待って、ユレイドル、それはちょっと予想外なんだけど。ユレイドル、ユレイドル、わか、え、待って、ユレイドルの弱点とか俺知らねえな。ユレイドル、こいつさ、え、待ってな、ユレイドルってさ、ユレイドルでしょ。こいつってエスパーは持ってた気がして。え、待って、ユレイドルは、エスパー持ってた気がする。え、持ってなかったかな？やっべえな、これマジで。え、待って、これ地面技が9、え、待って、あ、そっか、9、あ、そっか、穴を掘るまだ残ってたのか。穴を掘るじゃ一発打つわ。さあ、これで、穴を掘るで、何してくれ、多分。ヘドバックな？よし。ヘドバック、これ効果抜群だからマジで注意。よし。いけそうだよ。多分ワンチャンワンチャンワンチャン。これ、どれぐらい入るんだろう、ダメージ。待て、強すぎる。うわ、マジきつい、それは。やべえ。ユレイドルはやばいの来たかもしんねえな、俺。ヘドバック打たれるよな、多分。でも、この混乱が早く解ける、もしくは混乱のダメージ食らわない。まあ、この二択だな。叩きつけるリーフブル、一回叩きつける打ってみるか。頼む。樹海、お願い、当たってくれ。うわ、お願いします、耐えて耐えて、お願い、耐えろ、耐えろ、よし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 、毒食らう。まあ、なんとなく分かってて、やっべえ、やーべえ、ちょっと待ってね、待ってね、待ってね、待って、頼む、お願い、当たって、お願い、これ当たったらほんとでかいんだって。いやー、マジできつい。うわー、待って、これは嫌な予感がしてきました、僕は。で、ユレイドルでしょ。グラードンだな。一回さ、これグラードンね、立てていいかもしんねえ。グラードン一回立てて、ビルドアップでな。ビルドアップで言うと4回ね。これ一回立てて、相手の攻撃見る。まあ、霊媒とか持ってないよな、お前。
頼むぞ。ギガドレイン、え、待って、ギガドレイン効果抜群だって。うわ、終わったかもしんね、これ。これ終わったっぽいよな。マジで言っとる。待って、これ負けたかな。やばい。いや、もうまあ、でもできることだけしよう、元気の。うーわ、まずいぞ、これは。グラードン。グラードンにしか。やばい。マジでやべえ。やばい。やばい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 。やばい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 ぞ。ちょっと待って、これ本当に黙っちゃうかもしんねえわ、やばすぎて。うわ、やっ。ちょっと待って、どうしよう。回復の釣り。グラードンさ、これ。ギガドレはマジねえだろう。待ってくれよ。まずい。ギガドレインだよな。あー、やべえ。ちょっと待って、これはまずいな。これちょっと俺まずいぞ。グラドン立てても多分これ負けるんだよね。切り裂く自信。うわ、すぎる。ビルドアップ切り裂くか。いや、でもこれ49レベルなんだよ。いや、待って、これ負けたかもしんねえ。一発ビルドアップ打つわ。もうこれにかかってるな。ビルドアップでギガドレインでしょ。他の技なんかねえのお前、ギガドレイン以外さ。お前ずるいって。それは162からどれぐらい削られるんだろう。83、83、160。うわ、これギリ耐えねえな。え、待って、耐える？もう一発これビルドアップできんじゃね？多分。もう一発いけそうじゃない？もうこれで落ちたら俺負けだわ、多分。ギガドレイン。これで落ちたら負け確だな。終わったわ。終わったわ、これ。もう強すぎるって。マジで？ちょっとリベンジしよう。よーし、リベンジだぜ、大悟。で、今回ね、最初エアームド来たから、もうグラドン先頭にしましたよ。さあ行くぜ、もうリベンジリベンジで、グラードン戦闘でございます。とエアムド来るでしょ。はい、プルピットね。こいつはね、もう考えたんだよね。あの、こいつでバフかけるわ、グラードンにな。グラードンにバフをかけていきます。ビルドアップな。まず1、ここでグラードンでバフかけないときついと思うんだよね。1で、でエアムドが、まきびしか。なるほど、めんどくせえ技してきやがったなぁ、まきびし。で、次で2段階と。もう、グラードンのビルドアップどれだけ詰めるかだろ、マジでこれ。2段階目。で、まきびし。おい、お前マジ頼むぜ、毒、毒なんてもう、ダメだろ。まあ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 。まあまあまあ、まだ、まだ大丈夫。で、次で3、毒のダメージ、これきついなぁ。3。もうこれ、もうバフかけまくないと俺勝てねえわな、この手持ちじゃ。3段階目。さすがに耐えるでしょ？強。強い、グラードン。でも毒がちょっと問題だな。毒食らっちゃいます。4。これで4です。あと2段階ね。あと2回立ってたら俺多分勝てる気がするんだよな。はい、バン。全然大丈夫、大丈夫。はい、日差しが強いですよと。毒のダメージ受けます。怖い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 。5。さあ5立てきました。あと1回だったら6立てだな。攻撃上がりまして、防御も上がったと。でつまめ返し耐えるでしょう。さてどうしようかな。これそろそろ回復1回挟むか。さすがに60。あー、これやばい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 。危ない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 。回復の薬、回復の薬だな。オープン。はい、しっかりと毒も回復して、HP も満タンにしました。はい、で、つまめ返し。全然食らえませんからね。さあ、次で6立てだな。もう、これは強いぜ。バックじゃなくて、ビルドアップがね、えぐい、ほんとに。はい、6立て。あの時、めちゃくちゃね、トラウマになったビルドアップがこんなところで役に立つと。はい、外すんですね。で、ここで俺、ダイモン術は。さすがにエアームドね、一撃で落とせるはずだ。絶対に。絶対落とせる。6立てしてんだぜ、こっち。
防御も6で攻撃も6盾だ。これはさすがに落ちただろう。頼むぞ。おいナイスはい、来た来た。で、次ボス G だな。ボスゴドラーま、ボスゴドラーはね、ボスゴドラーどうしようかな。ボスゴドラーはどうします？とりあえずまあそのままでいいかもしんない。まあそのままでいくか。あ、待て待て待て。はい、ボスゴドラはそのまま行きましょうと。うわー、日差しが強い。さあどうしましょうか、ボスゴドラくん。こいつは地震かな。はい。どうだボスゴドラ、落ちただろさすがに。で、問題の子が次ね。次が問題。次がね、マジで問題児。こいつをなんとかしねえとダメなんだ。ユレイドルな。こいつどうしようかな、マジで。でもこれはもう切り裂くが、切り裂くしかまず打てねえんだよ。頼む。爆。強い強い。6盾待ってて。怪しい光かー。くっかー。絶対ギガドレインしてくるかなと思ったんだけど。さ、わかんない。ワンチャン。だから、このグラードンがこの切り裂くで、当たって急所に当ててくれれば、マジ最高。発狂する。急所お願い！あー、ギガドレインしてくるか。問題はこれの回復量。と、ダメージ量。いや、強すぎるっておかしいよ。これちょっと本当に。大丈夫大丈夫、まだある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 。頼むぞ、当ててくれよ。いやー、そこはね、外しちゃダメだ。耐える。うわ、マッチ、こいつが、こいつだけが無理ゲーすぎる。隠れ音かな。一回隠れ音出そう。こいつがマジで無理ゲー。あ、そっか、巻き菱忘れてた。マジでだるい、こいつ。10万ボルトは？なんておめえそんな原子まで持っとんのよ。やべ。もう樹海院かな。でも樹海院もな、効果抜群。これだるいわ、マジ巻き菱が。どうしようかな。地震穴を掘る。リフグレだろうな。やべえ。全然と。マジだるい、この怪しい光が。これさえで、そう、これさえ当たってなきゃな。あとはもう相手が回復するかしないか。でも、このユレイドルさえ倒せればっていう話、頼む。時間当ててくれ。マジだるい。ちょ、待って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 。オッケー、耐えた耐えた。いや、まだあるか。まだあるぞ。頼む、これ当てたら勝ち。よし、そのまま倒せよ。倒してほしい。よし、ユレイドルいった。あー、まだアーマルド。今度はアーマルドか。アーマルドってさ、岩ちょっと待って、アーマルドってさ、え、待って、アーマルドって岩タイプは持ってたの覚えてる。これ入れ替えなくていいんじゃない？リフブレでさ、落とせない？リフブレで一撃で。アーマルド、ちょっと待って。リフブレ、いや待って。うわ、待って、叩き。あ、そっか、リフブレねえんだ。おーんまい、アーマルド、ちょっと待って。穴を掘る一発。頼む。頼む、頼む、頼む。まあ、そうだよな。そうだわな。まあ、そうだな。待って。まだワンチャンある。吠える子。まだある、これは。巻き菱がマジきちい。元気の塊がないんだよね、僕ね。元気のかけらしかなくてさ。クラドン。つまめ返し、耐えない。次。グラードンってさ、すればさ、技コースちょっとやばくない？うーわ、これさ、すごいな。口、いや、待って、クソ、クチート行こう、クチート。これクチート出してさ、アーマルドの攻撃下げよう。巻き菱がマジきついんだって。オッケーな。
攻撃下げて回復しようか。これはもうグラドンだな。バックの元気、いや元気の回復じゃない、回復の薬な。でグラドン回復させようか。でまあこれ落ちるだろう。水波動、やべえ水波動持っとんのか。これはちょっとやばそうだな。グラードン出したところでな気がする。まきびしがマジ頼むっていうぐらい痛い。切り裂くはやべえ、これ絶対打ってくると思った。それでも耐えるな。あ、急所でこれ、あ急所でこれだったらあるな、ビルドアップ。急所でこれだろ、あるぞ、頼む。まあ、水派絶対打ってくるわ。水派ね15だよね確か。 PP な98から776な、あ全然耐えるわ、全然いける。これはいけそうだな、ビルドアップで。よし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 、めちゃくちゃ緊張するぜ。防御上がって水派76からの7654、76の5422、いけるな。もう一発ビルドアップいけるわ。ちょっとねごめんね、真剣になってるからねこっちは。で防御上がって水波打ってくる。54からの OKOKOK54 の、うん、これさ回復だな。これだったらねバックからの回復の薬だな。回復の、うん、回復の薬をグラードン無双するしかねえんだよな。これグラードンで水波、水の波動で163からの2137。もう一発ビルドアップいこうかこれはな。いやーマジきついぞ。ちょっと待って、これ PP 回復ってないよな。技の最大値が上がる。え、これってさポイントアップってさ、あー技ポイントの最大値これどうなるんだろう。これポイントアップ使ったらさ回復ってすんのかな。あー無理だって状態上元気あ、そっか PP リカバー残ってんだな。待って、ちょっと待って、もう他のポケモン見てからにしようか。さすがにいくら切り裂くがあれだったそのビルドアップ、まだいける、まだいけるぞ。これで4立てな、もうこれ以上立てねえから。水波137112、もうこれあれだな、切り裂くの連打するしかないな。切り裂く裂く強い、いいぞ。あとは急所に当てるだけだこいつ。いや、PP がねえからな。自信を回復させるか大文字回復させるかの二択になってきそう。切り裂く、よし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 、耐える、よし、あるぞ。あー怖い怖い。あーまあ回復の薬使ってくるわな、それはな。うーマジで緊張する。切り裂く、急所、日差しが強いな。あやばいやばい、私の心臓が非常に今バッコンバッコンしてる。急所に当てるだけ、77で耐えるはずだ。ちょっと急所はやめて、急所はマジやめて。あーやばい、怖すぎてめまいしそう。バックあやばい、ごめんちょっと待って、回復の薬な、グラードンな。よし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 、あと2匹いるんだな、こいつ倒せば。水の波動打ってくる、耐える、切り裂くしかねえよな。切り裂、ちょっと待って、え一応ちょっと確認させていい。回復ポイントアップ何でも気に入る、はいはい、元気だ PP。 回復ゲーはもう1個もねえんだよ。マジでせえ、マジでせえ、水波。え、切り裂くも終わりな気がするんだよね、俺これ。うわ、マジきつい、それマジでさ。うわー、これ PP、やばくね？あ、大文字残っとるわ。頼む。お願い。なあー終わったかもしれねえ。終わったかもしれねえ。まだ諦めるな、まだある。バック
一つなんだよね、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。叩く。あ、そっか、見れるんだ。地震がさ、これ、アーマーが、いやあー、もう、待って。いや、これ地震回復させても大丈夫なのかな。でも地震回復させるしかねえ、これない気すんだよね、PP リカバーで。地震回復させるか。それしかねえもんな。水の波動な。耐えるでしょ？で、回復させるわ、これな。ちょっと待って、他のポケモンってどうなってるんだろう、今。樹海院とか、ちょっと待って、違う。ポケモンな。樹海院ってさ、だってホイルコじゃない。強さ見える。樹海院が、リフブレゼロなのか。なるほど、わかりました。そっか。一旦これ回復させるしかないよな。うわ、回復一個しかねえ。終わったかもしんねえな、俺。水の波動か。耐えるでしょ？やば！マジ、PP 不足が半端すぎる、これ。戦うしかねえんだよ。自信しかねえんだよ。お願い。落としてくんねえかな。奇跡的に一応4盾してる。ナイス！いや、これ一撃はマジででけえぜ。粘土ある。オッケー。そのまま行くしかねえ。あと2匹！落ち着け。落ち着け、俺。最後の1匹。終わったかも。終わったかもしんね、これ。終わったかもしれん。これ負けたかな？やーま！最後に出して4年通る！嘘！ちょっと待って。うわ、金の玉、なんでもないし。インドメタシン、ポイントアップ。しまった。うわー、やべえ、元気のかけらかん、ちょ、待って、インドメタシン。うわ、これ負けたな、今日。元気のかけら、クチートしかねえな。入れ替えるか、クチートに。うわ、マジできつい、それは。せっかくグラードンここまでやったのに、それねえだろう。ちょっと待ってくれ、クチート。うわー、なんで浮遊持ってんの、こいつ。マジ嫌いなんだけど。うわー、マジでやべえ、それ。自信だな。しかも次回にこれさ、草技ねえんだわ。オオスバメってさ、なんかいい技持ってたっけ。空飛ぶ影分身。これオオスバメちょっと頑張ってみる。これ勝てたらすごいわ、俺これ。粘土ルだけはマジやめてほしかったな。なんで当たるの。もうマジでこれはダメなやつだな。樹海院、そう、なんで PP 回復のやつ売ってねえんだよ、ショップで。くわー、負けたわ、これ。これ負けたねえんだよな。自信穴を掘るダメだもんな。叩きつけるしかねえんだよ。なんでそこ外すんだよ、マジで。意味わかんねえんだけど。なんで急頭おかしくなりそうだわ、もうここまで来たら。はい。負けだろ？負けたんだろ、俺は。リフレクター切れたな。もうね、こいつの浮遊だけはマジうぜえわ。お、マジ、粘土ルマジ嫌いになったわ。はぁ、最後のグロスはグラードンで落とすつもりだったんだけどな。自信だよな。知っとるよ。はい。
かしいおかしい。なんでマジで意味わかんねえよこれ。クソうぜえ。もうマジでふざけとるって、マジもうマジで。これ今日無理か、今日無理だな、もうダメだもんこれ、絶対負けだわこれな。このフネンドールというね、この男、男もんのねえわ。叩きつけるってどれぐらいダメージ、強いわ。もうそれを最初からしてほしかった。終わった、終わりました。俺の負けだ、今日負けだ、これ無理。わかりました皆さん、あのねポケモン育ててくればしっかりとな、もう負けは負けだ、うん、この負けを認めるしかない。ほらな、今日はねもう無理っていうことだよ。これ絶対攻撃当たんねえんだもん。ふざけとる、これはダメだ。うん、叩きつけるな、急所な、自信だよな、耐えれねえもんな。まあワンチャンね、これ回復系があったらワンチャンあったんだけど、確かにな。元気のかけらってもうあと1個でしょ、バックから元気のかけら1個でしょ。だから分かった、これで叩きつけるが当たってくる。ふざけんなマジで。もう今日ダメだ、ほらな、もうあがダメだ、はい終わり。わかりました皆さん、もう今日はダメなんだ、次回リベンジだ、もう次明日リベンジ動画出す、絶対に。もう次回絶対勝つわ、手持ちちょっと変わるかもしれない、動画外でポケモンねいろいろ育ててくるわ。ありがとうございました。